自然派生き物ドキュメンタリー。韓国で大人気のパンダフーバオの成長を紹介するドキュメンタリー。アイブのユジンもナレーションに初挑戦。そして飼育員のおじいさんとともにキュートで愛くるしい姿が盛りだくさんの映像でフーバオの成長を振り返る。SBS 開局33周年を記念したクジラに迫るドキュメンタリー。圧倒的なスケールと映像で野生のクジラの秘密が明らかに。詳しくは KNTV ホームページへ。